東京都内のトヨタ自動車東京本社で行われた WRC シーズン報告会。ヤリス、日本名、スピッツ、WRC を囲んで記念撮影トヨタ自動車とトヨタガズーラック。イングは11月23日、東京都内にあるトヨタ自動車東京本社で、WRC シーズン報告会を開催した。この WRC シーズン報告会には報道関係者を呼び1000人を超える応募の中から選ばれた約30名のファンが参加する形で行われ、トヨタ自動車専務役員兼ガズーレーシングカンパニープレジデント友山茂樹氏、富間記念館。特、ドライバーのヤリマティラトバラ選手、エサペッカラッピ選手などトヨタガズーレーシングワールドラリーチームの関係者が参加して、2017年シーズンの振り返りや来季に向けた意気込みなどについて説明した。また、来シーズンよりトヨタガズーレーシングワールドラリーチームに加わることが決定しているドライバーのオットタナック選手と子ドライバーのマルティン・ヤルベ・オヤ選手がサプライズ。ゲストとして登場し、タナック選手が2015年にムズポートで走っている時代に、ラリーメキシコで池にマシンを水没させたという、フルゴトにちなみ、ガズーレーシングのロゴ入りの潜水キットがプレゼントされた。冒頭で挨拶に立ったトヨタ自動車専務役員兼ガズーレーシングカンパニープレジデント。友山茂樹氏は、2014年に富間記念が作った車両を、森蔵こと弊社社長の豊田章男がドライブした。そこで、問題があるとその場ですぐに直して道とともに車作り。押していく姿を見て、トヨタが忘れていた何かを思い出した。フィンランドから帰国したトヨタは WRC 参戦を決定し、2015年に参戦を発表した。今だから言えるが、実はその時点では開発はトヨタ側がやる。のか、マキネン側がやるのか、何も決まっていなかった。トヨタ側は自分たちがイニシアチブを取ると考えていい。だし、マキネンは自分が開発すると考えていた。正直これでラリーができるどころか、参戦できるのかと頭を抱えた。しかし、その時にトヨタが、マキネンを信頼せよ、マキネンに学べ、と言って、マキネンをチーム、代表にして車両開発はマキネンに任せ、トヨタはエンジン開発にという分担が出来上がった。その時点で残りは1年で、車を壊しながら改善して走り、マキネンからはエンジン開発にこれ。ではダメだとやり直しを求められ、というプロセスを経て、一心同体になってやってきた。最初ぶつかり合ったことは無駄ではなく、一つになるための重要なプロセスだった、と述べ、実は2015年に参戦を発表した段階ではどちらがイニシアチブを持って開発をしていくのかなどが決まっておらず、トヨタ側とマキネン側で綱引きがあったことを明らかにした。そして、そうしたぶつかり合いを経て、トヨタ側とマキネン側が一つのチームとして機能するようになったと述べた。トヨタ自動車株式会社専務役員兼ガズーレーシングカンパニープレジデント友山茂樹氏3社の協力体制が確立できた。続いて友山氏は、2017年と開幕戦を迎えて今年の目標はと聞かれ、今年は学びの年であり鍛える年であると述べたが、実際にはここに示したような13戦して2勝という結果を残すことができた。特に開幕戦での表彰台、第2戦スウェーデンでの優勝。そして第9戦フィンランドでも君が代が流れた。私もポディウムに登ったが、WRC の1プレイヤーとして認めてもらえたと涙した。シーズンを通しては優勝が2回、2位が2回、マニュファクチャラーズ部門では3位、ドライバー部門ではラトバラが4位という結果になった。また、チャレンジプログラムでは勝田選手、荒井選手も成長を見せており、来年も成長を目指して励んでもらいたい。来シーズンは新たにタナック選手を迎えることを発表し、
三大体制で臨んでいくことになり、年間タイトルも狙っていきたい、と述べ、チームメンバー、ファン、関係者などに謝意を表明し、新たに来シーズンから加入が予定されているタナック選手を加えて三大体制で臨み、シリーズチャンピオンを目指したいと述べた。今シーズンの各ラリーの結果、フィンランドラリーでラッピ選手が初優勝表彰台に立つ友山市シリーズを通しての結果、トヨタガズーレーシングラリー。チャレンジプログラムは来シーズンも継続される来シーズンの体制、その上で友山氏は、WRC は市販車を使ったモータースポーツとしては最高峰の世界選手権。13戦で平均20のステージを戦い、毎ステージ車両をいじり改善していく。13×20 の実戦評価を繰り返しているようなものだ。そうした経験はガズーレーシングの商品にも活かされている。我々にとってガズーは大企業トヨタではできないことを。小さなカンパニーだからこそやるという意味合いがある。WEC 参戦から生じる人材文化はトヨタを変えていくと信じており、またトヨタガズーレーシングを応援するファンが増えていくように、来年はさらなる飛躍を目指していきたい、と、WRC の活動がトヨタが新しくスポーツカーのブランドとして立ち上げたガズーレーシングにフィードバックされ、ガズーレーシングが出すスポーツカーに良い影響を与えていると説明した。その後、トヨタガズーレーシングワールドラリー TM のメンバーが登壇し、トークショーやファンからの質問コーナーなどが行われた。登壇したのは、チーム代表の富巻念史、ドライバーのヤリマティラトバラ選手、エサペッカラ、イ選手、そしてそれぞれの子ドライバーとなるミーカ・アンティラ選手、イアンネフェルム選手の5名。以下はその模様だ。今年1年を振り返っていかがか。巻年史、今年1年は学びの年だった。情報を集めて分析し、将来の車を良くすることに注力してきた。モンテカルロ、スウェーデン、フィンランドで良い結果を残したのがハイライトで。ドライバーたちもニコニコしてくれるぐらい良い結果を残したと思っている。トヨタガズーレーシング WRT チーム代表富巻念史ラトバラ選手、学習の年だと考えていたので、シーズン前に勝利できるとは予想していなかった。それまで6日間雪でテストして高速のイベントには自信があったけど、まさか勝てるとは思っていなかった。スウェーデンで勝った時には最終日には神経質になったけど、と。火がもっと行けと言うし、背中を押してくれたのが良かった。勝てた時は本当に嬉しかった。ヤリマティラトバラ選手、アンティラ選手、今年は学びの年だと思っていたので、最初の2レースで表彰台を得れたことは良かった。メキシコではいくつかの問題があって、エンジンの、鉄外とかコーチへの対応などに課題が残っていた。だが、シーズン後半に同じようなところに行ったら後半にはそれが解決されていた。それがこのチームの強みであり、チームやエンジニアは非常に良い仕事をしたと思っている。ミーカ・アンティラ選手、フィンランドでは WRC4 戦目のラッピ選手が初優勝した。ラッピ選手、WRC ドライバーになった時の目標は元で優勝することだったので、特別な感覚だった。でも正直に言えば、日曜日に向かう時にはミスをしてしまって、そこで緊張したけど、チームがすぐに対処してくれて事なきを得たんだ。エサペッカラッピ選手、フェルム選手、チームは皆同じ後に向かって動いており、非常に良い仕事をしてきた。2018年にはさらに良くなると思う。ヤンネフェルム選手、来年の目標は、巻年史、今年は非常に良かったけど、長い時間が残されているわけではない。モンテカルロに向けて準備を進め、来年はもっと競争力を高めたい。大事なことはコンスタントに結果を出すことで、それに向けてチームの誰もが準備を進めている。
ヤリマティもエサペッカも準備ができており、モンテカルロに向けて全力で取り組んでいきたい。ラドバラ選手、トミが言ったようにコンスタントさが大事だ。車、ドライバーも良くなっているので、来年はマニュファク。チャラーズタイトルやドライバータイトルを狙っていきたい。ラッピ選手、もちろんフィンランドラリーで2連勝を狙いたい。でも、来年は今年よりもコンスタントに結果を出していきたい。ヤリマティから学ぶことは多い。引き続き、サプライズゲストとして呼ばれ、来シーズンからトヨタガズーレーシングワールドラリーチームに加入することが決まっているドライバーのオットタナック選手と子ドライバーのマルティン・ヤルベ・オヤ選手が登壇し、来シーズンの意気込みなどを語った。タナック選手は、今シーズンはムズポート、フォードに所属して、イタリアとドイツで優勝。ドライバーズランキングは3位で、ムズポートのマニュ。各チャラーズタイトル獲得にも大きく貢献した。いずれも WRC のファンが選ぶドライバーオブザイヤー、コドライバーオブザイヤーに選ば。ベルナド期待の新鋭で、これによりトヨタのドライバーラインアップは強力な布陣となる。来シーズンからトヨタガズーレーシングワールドラリーチームに加入することが決まっているドライバーのオットタナック選手、ミッドコドライバーのマルティン・ヤルベ・オヤ選手、左、タナック選手は、新しいチームに加入できて嬉しい。トミとはずっと話し合ってきたので、自分が加入することでより強いチームにできれば嬉しい。チャンピオンを目指しているので、このチームに加入することを決めた。勝利を目指して頑張っていきたい、と述べた。オットタナック選手マルティン・ヤルベ・オヤ選手その後、タナック選手に豊田章男社長からトヨタガズーレーシングのロゴが入った潜水キットがプレゼントされると、会場は笑いの渦となった。というのも、2015年のラリーメキシコで、タナック選手とヤルベ・オヤ選手は MSP。オルトのフォードをドライブしている時に池に落ちてしまい、車は見事に水没。二人は岸までクロールで泳いで難を避けたという有名なアクシデントの当事者だ。たのだ、その時の模様は WRC の YouTube ビデオに残っている。それをネタにしての皮肉なプレゼントに、タナック戦。でも笑っていいのやら、怒っていいのやら。負傷しながらタナック選手が、サルディニアで勝った時、筆者中、サルディニアのラリーでは勝者が海に入るという伝統がある。2チームは海に入ったけど、僕は入らなかったので、トヨタで勝ってこれを使いたい、と言うと、再び会場は笑いに包まれた。有名なタナック組のイケポチャ事件の映像が流されると、負傷のタナック選手、続きは YouTube で見ることができる当時の自虐的なギャグ2015年にメキシコで起きた水没アクシデント、1分36秒、タナック選手はイケポチャ事件を逆手に取ったトヨタ社。長のプレゼントを苦笑しながら受け取って記念撮影その後、2名のファン代表からの質問コーナーになり、マキネン氏に、自分もラリーをやっているがまだ優勝できていない。勝てるチームの作り方を教えてほしい、という質問が飛ぶと、大事なことはチームの精神だ。経験があるプロを引っ張ってきて、投資を行い地位。負をプロフェッショナルにしていく必要がある。大事なことは学習していくことだ、とアドバイスを送った。ファンからの質問に答えるラトバラ選手ラトバラ選手には、市販車と WRC 車の違い、不可質問され、市販車とラリーカー。と大きな違いは、ラリーカーはハードな状況やジャンプ、雪、氷など様々な状況に対応しないといけないこと。サスペンションが全く違うし、エンジンの性能も高い。ギアボックスもパドルで、クイックシフトになっている。ただ一つだけ言えるのは、市販車をラリーカーのように走らせることだ。け早めておいた方がいいと思う、とラトバラ選手は答えていた。その後、ファンの女性とそのお子さんにより、来季の活躍を祈願したダルマの進呈が行われ、ラトバ。
ら選手がチームを代表して受け取り、記念撮影を行い、来季の検討を誓い合って報告会は終了した。ファン代表の女性とそのお子さんからダルマが進呈された。お子さんはちょっと怖いのか腰が引けている、ラトバラ選手と記念撮影お礼にラトバラ選手から再入りの帽子をプレゼント報告会の終了後には、詰めかけた報道陣からの質疑応答が行われた。以下はその模様だ。今年1年を学びの年としていたが、何を学んだのか。友山氏、学んだものはチームワーク。マキネン、ドライバー、メカニックのチームワークはもちろんだが、TMG、トヨタの欧州でのモータースポーツ。拠点、とマキネン、トヨタのチームワーク。これをきちっとできるようになったことが強さの根底にあった。ラトバラ選手もコンスタントにという話をしていたが、今シーズンは本当に初めてで、データも何もない状態から走った。今年きっちりデータを集めたので、来年は期待してほしい。マキネン氏、今年はデータなく多くのイベントを走った。重要なことはチームだけでなくパートナーとの協力が進展したこと。例えば、マイクロソフトのようなハイテクパートナーか、らのサポートは重要で、データの解析に大いに役立った。それが将来の発展につながっていくと思う。ラトバラ選手、ラッピ選手、それぞれにどう思っているか教えてほしい。ラトバラ選手、最初のラリーであるポルトガルからいい走りをしていた。サルディニアで4位、ポーランドでのリタイアを挟んで4戦目で優勝なんてすごいと思っている。こんな短いまで勝てるのは彼が常に改善しようと努力しているからだ。ラッピ選手、ヤリマティはとってもいい人だね。いつもジョークが面白くて、移動途中も笑ってばかりだ。彼は本当に経験があって、ペースもとても速い。誰もが彼のことを好きだし、尊敬している。マキネン監督に今年抱えていた課題と来年の見通しを語ってほしい。マキネン氏、我々の車は強力だったが、サスペンションに課題があったり、伝送系に問題があったりした。それが解決できれば、もっと速くなると思う。ただ、この車はコンパクトなパッケージで、コンセプトは間違っていない。さらなる課題は、ドライバーに聞いてみてほしい。もちろん全力で改善しており、来年はいいところに行けると思う。